それでは、順に自己紹介をしていただきたいと思います。まずは、本作の主人公、斎藤愛美役、松井玲奈さん。はい、斎、えー、藤愛美を演じました、松井玲奈です。よろしくお願いします。続きまして、主人公、斎藤愛美の妹、斎藤直役、筧美和子さん。斎、えー、藤直役を演じました、筧美和子です。本日はよろしくお願いします。 続きまして真奈美と尚の母親斉藤京子役朱浜晴美さん斉藤京子を演じました朱浜晴美です本日はよろしくお願いします続きまして斉藤真奈美と尚の幼馴染で劇団50%の主演女優であり真奈美のバディ水淵さなえ役日高七海さん こんにちは、水淵さなえを演じさせていただきました、日高七海と申します。よろしくお願いいたします。続きまして、斎藤直の同僚、三橋ほのか役、江野沢まな美さん。三橋ほのか役をやらせていただきました、江野沢まな美です。今日はよろしくお願いいたします。続きまして、本作品の監督、前田聖楽監督です。 はい、えー、監督の前田聖羅です。本日よろしくお願いします。以上、6名で本日はお届けいたします。改めまして皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、ご着席ください。さあ、ここからは出演者の皆様および監督に個別の質問をさせていただきたいと思います。 まずは松井玲奈さんに質問です。はい、30歳になる年に初単独映画主演となりますが、今のお気持ちはいかがですかはい、そうですね。活動していく中であまり自分自身は年齢というものを気にはしてはいないんですけれども、でもやっぱりそういう節目になる年に、こうして、あのー、作品のメインに置いてもらえるということは本当にありがたいことだなと思います。はい そして、まなみという役も30歳の女性ということで、はい、脚本を読んでどう、どう演じようと思われましたかそうですね。私が演じたまなみという役は、かなり内向的というか、あまり感情を表に出さないキャラクターでした。でも彼女はその劇団を立ち上げていて、なぜその自分の感情をうまく出せない人が、こう、 劇団でお芝居というところに向き合ってるのかなっていうそういう自分が好きなものだったり携わってるところからそのキャラクター像をこう膨らましていくあとはたくさん監督ともお話をさせていただいてキャラクターのこうバックグラウンドっていうものを知りながらの役作りができたかなと思っています監督とは結構話し合って役を作られたって感じですかね、はい そうですね。すねあの、あの本当に脚本の、うん、あの、本当に第1項のま企画段階から関わっていただいていて、うん、ずっと何度もやり取りをさせていただきましたね。はい、<laughs> <laughs> どうですか？理想の学びになれたなっていう感じはありますかね？どうですか？どうなんでしょう？<laughs> でもあの？ なんだろう監督がカットをかけるときに、すごく力強くカットって言ってくれると、あいいものが取れてるんだなと思って、すごく安心していました。うん、わ楽しみですね。はい、そして今回は筧さんと初共演ということで、はいこう、共演する前と後でお互いの印象というものは変わりましたか、はい、えー、今もずっと前からもずっとかわいらしい方だなと思って、<laughs> 今日も今、さっき目があって、ドキドキしちゃって。<laughs> <laughs> <laughs> でも劇中ではその姉妹役で一緒にいたんですけれども実はそんなに一緒にいられる時間が長くなくてでもそのわずかな時間でもこう。 姉妹に見えてたらいいなという周りのスタッフさんからはすごく姉妹に見えたって言っていただけたり作中の中ではずっと尚の,のことを思ってお芝居をしていたのでなんか頭の中には常に撮影期間中に加計さんのことをずっと思ってました嬉しい <laughs> 素敵な兄弟愛ですが <laughs> 松井さんは可愛らしいとおっしゃっておりますが加計さんに質問です加計さんは松井さんと初共演してみていかがでしたか、はい、そうですねあの。 松井さんが主演であの私の,そのお姉さんということを聞いた時にすごく嬉しくって、うん、あのいつも作品とかで拝見していてあのとても多彩で聡明な方だなっていう <laughs> 印象でとてもご一緒できるのを楽しみにしていたんですけどさっき言われていたようにあの一緒のシーンが本当にわずかしかなかったんですけれども。 あの本当に松井さんが、学みそのもので存在されていたのですごくこう姉妹関係をすっとなんかこう気づきやすかったというか、あのそうですね、本当に自然なこうお,お姉ちゃんといる感覚というのがあのとても自然にこう作れたのは松井さんのおかげだなと思っております。が姉妹 <laughs> そんな筧さんはなおという役を演じてみていかがでしたか、はい、そうですねあのちょっとまだ作品を見ていない方には少し言いづらいんですがあの結構初めの方で亡くなってしまうのでなお、うん、が亡くなったことでこう物語が展開していったりという、えー、きっかけとなる人物だったので、うんえー、ワンシーンワンシーン本当に。 濃厚な記憶があるんですけど、うんえー、生前の,その自然な日常のナオ、えー、を演じたのはごくわずかであとはこう回想だったりとか亡くなってしまう時のシーンだったりとかだったのでその普段のナオっていうのは本当に監督とかとしっかりお話をさせていただいたり、あのー、事前にリモートで本読みを 初めてしたりとかして、あのそういった準備があったおかげで、えー、そうですね、なおという、えー、役を想像しやすかったなっていうふうに思います。うん、ありがとうございます。はい そんな、えー、まなみとなおの母親役のシュさんに質問です。はい、複雑な境遇の中、まなみとなおを育てた、育ててきた母親、京子の役ですが、この役を当たるにあたって、監督と話し合ったことなどはありますかそうですね。すごくたくさん話しました。はい。あの、リモートでもですし、現場でもね、うん、すごくたくさん話させてもらいました。あの、京子の役は台本を読んだときに、 もしかしたらちょっと毒親に近いいかかもしれなな人物かなって思ったんですあの思ったことの本音ではなくて言ってはいけない方の言葉をつい言ってしまうとか相手がうんと気にしていることをついつい強く言ってしまうみたいなタイプの人間かなと思ったんですがでもそこの奥底にはやはり愛情が流れていますし。 こういうね、ちょっと複雑ななおを引き取って育てる。しかも多分、学、ま、みが気づかなかったっていうことは、そこに区別はなかったと思うんですよ、育てていく上で。ということは、やはり愛情がきちんとないと、上手に姉妹として育てることはできなかっただろうなと思って、だから愛情表現がとにかく下手くそな人なんだろうと思ったら、 私の実の母が浮かんできまして、私の母もなかなかこう私を褒めないで、来たものですから、私もすごく愛情が足りないなとうと、うん、もっと愛してほしいのになって思いながら育ってきて、でも大人になったら母の愛も分かったし、母は母親というものに急になるわけでもなく、多分ずっと一人の 人間だしずっと一人の女性なので私46歳になって思いますけど全然自分が大人だなんて思わないんですよ。うん、もう自分が10代の時20代の時の気持ちのまんま年だけ取っちゃったなっていう思いがあってもしかしたら。 私は母の娘として生まれたけれども母ももうずっとそうなんじゃないかなとで気づいたらあら70になっちゃったみたいな、うん、大人になんかいつなったんだろうって思ってるの皆さんそうなのかなっていうふうに気づいた時に京子もあそういうことでいいんじゃないかなとなんか無理に母性本能みたいなことを考えずにただがむしゃらにやってきたら娘たちが大きく育ったっていう 人物だけでいいのかなっていうこと、うん、なんかそんなことは全部監督と相談してお話しさせてもらいました。うんなんか素敵なもうお話だけで素敵なお母さんだなという感じはするんですけども、松井さん感謝してますね。松井さん, <laughs> 井さんいかがでしたかお母さん。<laughs> そうですね、結構お二人はこう親子関係がギスギスしてるというかぎくしゃくしていることがずっと多かったんですけど、うん、でもそのなんだろう。 厳しい言葉の掛け合いの中でもそのさっきシュハマさんが言ってたようなまっすぐな愛情だったり思いっていうものが伝わってくる瞬間が多かったのですごく心を何度も揺さぶられるというかなんかつられてこっちも込み上げてくるものがある瞬間がたくさんありました多分お互いに言葉が下手くそなうん、うん、親子だったんだろうなっていう気がしますよね。 じゃあ、親子愛にも注目といった形ですかね。はい。はい。そして、松井さん演じる、まなみのバディを演じた、日高さんに質問です。はい、日高さんが演じたさなえは、松井さん演じる、まなみの理解者であるバディ役ですが、演じる上で松井さんと話し合ったりなどはありましたかえっと、話し合うというよりは、こう、お互いにさなえ像とまなみ像が出来上がっていた感じが、私はすごくしたので、 あの現場でこうすり合わせていってその現場の空気を大切にする感じで演じてましたで何かこうあこれ学びだって思った瞬間が私の中であって <laughs> <laughs> 私がこう撮影の合間にこう,きょうみんな共用のソファーにこう座って休んでたんですけど、うん、控室から松井さんがこう。 降りてきてトンって隣に座って無言で小説を読み出したんですよ <laughs> そ。その空気感があなんか二人の関係性なんかただただ隣にいるのが当たり前っていうようなそのさなえとまなみの関係性ってこれだなという風うにすごいしっくりきたのを覚えてます。松井さん覚えていらっしゃいますか。覚えてます。でもそんな日常の 一遍をそんな風に感じてもらってたなんてという、今衝撃で驚いてます。<laughs> いや、素敵な関係性ですね。<の>監督どう、どうですかなんかあの、私もこう、二人がこう、ずっとバディで、本当に長くいる関係性というところが、この短い撮影期間でどうやって作れるんだろうと思ったんですけど、本当にこう、初日入った瞬間から、あもうバディにしか見えない。うん ですし、なんか二人の関係性がこう、ほっこりする瞬間と、またちょっとこう、ピリついた瞬間みたいな、そのなんか、女の何ですかね、あの、微妙な距離感みたいなところも、すごくリアルに映っていて、なんかそこはすごく注目していただきたいなとは思っています。うん はい、ありがとうございます。では、筧さん演じる、奈緒の後輩を演じた江ノ沢さんに質問です。はいはい、ほのかという役は出てくるたびにキャラクターが変化していくという難しい役だったと思いますが、はい、演じる上で気をつけたことはありますか、はい、そうですね。最初はお話をいただいたときはあの、大学生というかその、新人社会人というか、そういうのを聞いていて、すごいキャピキャピした感じだって思っていたんですけど、 やっぱり現場に入って、あの、お話をいたあのしていくうちに、すごく自分、ほのか自身もいろいろな思いがあって、すごく複雑ですし、自分自身もいろいろな葛藤があって東京にいるっていう、そういうなんか、裏のね、設定がすごいバックグラウンドが、を聞けたので、それを感じながら一生懸命演じていたんですけど、あの、 途中で、あの、私、アドリブで悪口を言うっていうシーンがあって、はい、すごいそのアドリブ、人の悪口をそのアドリブで言うっていうのが、その、ちょっと <laughs>、何ね、2回ぐらいしかまだあった、はい、ない、あの、演者さんのこと <laughs> 演者さんのこと言ってるわけじゃないんですけど、役はい、役の悪口なんですけど、どうしてもその、 その出てこなくて結構、容姿をメガネがどうとかいろいろ松井さんとたくさん言ってしまってそれは監督鬼だなって。<laughs> <laughs> ちなみにどういったものを 監督から言わされたとかありますかいや、言わされてないですよね。言わせてないですよ私は何にも言わせてないですけど、勝手にやってください。いや、もう、ひたすら私も視聴者として、もう楽しく、もうギャイギャイ見てたんですけど、何ですかね、なんかその、同じ共通の人の、なんかこう、悪口じゃないですけど、そういった、なんかこの人のこういうとこってこうだよね、 っていう話が、こう、二人の距離を縮めるみたいな、なんかそういうことができたらいいなぁなん思っていたら、うん、本当に、あの、リアルすぎて、うん、もう、もう、見ててそれがもう面白い。一緒にこう、飲み会で飲んでるような空気になるぐらい、すごいリアルな環境だったなっていうふうに思ってます。うん、<laughs> でも、本当に、突然、アドリブで悪口言ってからセリフ言ってって言われたので、アドリブで悪口、 かと思って言ってみたんですけどそれに松井さんがすごい乗ってくださって、うん、めちゃめちゃ楽でした。でももう私もずっと頭の中にそのい言った方のことがあって <laughs> その後撮影で会った時めちゃめちゃ決めるかったどうしようって謝,謝るのも変だしな <laughs>、うん、みたいなぜひでも確認していただきたいなと思います。はい、そこが注目ですそうでしす、ね、<laughs> すごく楽しみですね <laughs> さあそれでは監督オリジナル 原作ですがこの映画を撮ろもとも、ねえっと元々は、はい、あの本当に私の一個人の、まあ、家族の,あの個人的な話を描きたいなというふうに思ってたんですけれども、まあ、こういった本当にこうコロナ禍での、えー、準備期間撮影期間というところを経てなんかこう何ですかね皆さんの環境生活する環境が変わってきて会いたい人に会えない会いたいけど。 うまく伝えられないとかそういうもどかしい中での作品だったからこそなんか今もう一度立ち返って こう、伝えたいことっていうのは何なのか。で、伝えたいことは必ず伝えていかないと、あの、まあ、後悔するときが来てしまうっていうことを改めて、こう、テーマとしてしっかり置きたいなというふうに思って、まあ、今作を作ろうかなというふうに思いました。うん、素敵なお話ありがとうございます。続いて、シュハマさんに質問です。はい、この映画も不器用ながらまっすぐに生きる女性を描いておりますが、最近海外でも女性監督や女性の主演の映画が注目され、映画業界でも女性の 活躍の場が増えていますこの映画も前田監督と松井さんが主演で当てはまりますがこういう環境での撮影っていうのはいかかがでしたかそうですねちょっとあの <laughs> 考えてたのが、はい、確かにそうなんですけどでもあのプロデューサーさんはじめ撮影現場スタッフの方々にはたくさんやっぱ男性もいらっしゃいますしなんかもともと私自身が。 あのそんなに男女がどうみたいなことを考えないタイプっていうのもあるのかもしれないんですけどあんまりなんかそう女性女性した現場だったっていうような感覚はなかったんですよだけど今ここに座ってみたらなんて華やかなのかしらって <laughs> ここから見える景色がとっても華やかであら素敵ってちょっと思っちゃいましたうんあのやっぱり女性が多いと何でしょう 現場がいい匂いがしていいなと思いました。<laughs> それはそうかもしれない。<laughs> 今もいい香りがすごくしますよね。はい、松井さんどうでしたか女性の現場っていうのは。そうですね。あのー、なんだろう。もちろん、その、やっぱり男女関係なく何かを作るっていうことは変わらないなと思うんですけど、でも、うん、すごく些細な部分で、本当に気づくか気づかないかの部分で、 女性だから共感できる部分というか、女性というか、まあ、なんだろう、うーん、でも、分かり合える部分っていうものがあるんじゃないかなっていうのは思っていて、うん、具体的なことっていうのが言えないんですけど、でも、こういう感覚って、この、 体を持って生まれてきたからこそ分かること分かり合えることだよねっていうなんかそのマインドみたいなものをやっぱりあるのかなっていうのは思ったりでも単純にその前田さん自体がその今 若手の監督として、もう同年代の監督として、こうやって、どん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 、いろんな作品を作って、一緒にお仕事ができるっていう、なんかその感覚が一番嬉しいなと思ってます。はい。ありがとうございます。それでは最後に松井さんと加計さんに質問です。はい、この映画をどんな人に見てもらいたくて、どこに注目してほしいですかそれでは加計さんからお願いします。はい。 私もこの作品に出会ってあのとても感じていたことなんですけどなんかこう時代が変わっていく中でなんかこう心が追いつかなかったりとか、うん、何かこうもやもや得体の知れないというかなんかその得体の知れないまま抱えていてだんだんと何かがこう欠けていくというか。 麻痺しししててていっっまうようよなな時もあったりしてなんかそのモヤモヤが何なのかっていうのが分かるのにとても時間がかかったりとかでもなんかこうふとした時にあって気づいて心が軽くなったりとかそういうことがあると思うんですけどなんかこの作品に参加させてもらってそういう瞬間があったなと思っていてまだ完成したものを見られていないんですけどきっとなんかこうそうやって今 もがいていてたりもやもやを抱えている方とかに何か大きな何かじゃなくても感じていただけるんじゃないかなと思いますしあのぜひ私はなんかこう注目してもらいたいなって思うのはあの主人公の愛実がなんかこうとても素直な姿でそこにいるというかなんかこう美化されすぎていないリアルな姿がとてもあの。 私は嬉しかったというか <laughs> なので、なんかそういうところにぜひ注目して見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。続いて松井さんお願いします。はい。えっとこの作品は家族の絆というものをテーマに置いているような気が私はしていて、そのただ家族っていう大きいものでもやっぱり一人一人は個人であって。 人間であって、なんかその関係性の間にある絆を丁寧に描いてる作品かなというふうに思いました。なので、なんだろうな、登場してくる人たちの人間関係だったりとか、一人一人が抱えているもの、それを見てる人に何か当てはまるところが感じてもらえる部分があったりするんじゃないかなと思っています。えー、見どころとしては、 そうですね、これは言っていいのかな。お言,おう言おうとしてますね、<laughs> <laughs> あの、筧さんの、なんだろう、なんだろう。<laughs> <laughs> 大ききいい声で言わせていただきます筧さんがダンスを踊るシーンがありまして<ー>あの私はその現場を見られなかったんですけど撮影隊のスタッフの皆さんが「昨日のね筧さんのダンスはすごく美しかったんだよ」って言ってたので<ー>私もその美しいダンスを早く劇場で見るのが楽しみです。 <laughs> ダンスにも注目ということでと皆様ご回答ありがとうございます <laughs> 個別の質問は以上となります続きまして皆様に共通の質問がございますのでそちらに移らせていただきたいと思いますフリップに記入してご回答くださいそれではフリップお願いします では最初の質問に行きたいと思います、はい、幕が降りたら会いましょうというタイトルですが今一番会いたい人は誰ですか、はい、難しい質問ですよ、ね、そうですよねどうですか監督は最近なんか印象的な出会いとかありましたか印象的なでもそれこそ本当にこの撮影、うん でまあ、初めて松井さんから皆さんにお会いしてあの実は松井さんと本当にほぼ1年前ぐらいからずっとリモートで会っていてそこから本読み,の時に本読みというか衣装合わせの時に初めてお会いしたんですけどなんかその時の印象とかすすすごい残っってますねね<ー>リモートだったんです、ね、ずっとリモートでお話させていただいていたので、はいうん、なんかすっごいキラキラした人が遠くからやってきたみたいなあの日いボロボロでしたよあ 女優さんだっていうのをすごい感じた瞬間。<laughs> ありがとうございます。私もそのずっとリモートでお会いしてたので、はい、そ上半身から上しか見えてなくて、<laughs> なんかすごい監督の印象がパワフルな女性だったんですね。すごく思ってることもはっきり伝えてくださるし、うん、会ったら意外と監督がコンパクトで、<laughs> <laughs> びっくり、びっくりして <laughs> ってなそて。 なんていうんですかそのコンパクトの中から溢れ出る強いエネルギーっていうのが現場でもいつもほとばしってて <laughs>、うん、監督はどこにいるのかすぐに分かるっていう <laughs> あ監督いたってすぐなってました <laughs> 存在感が,あがいはいあじゃあ皆さん書けましたかはい、はい、それでは一斉に回答をお見せくださいドンドンちょっと かなり気になる答えがすごくあるんですけども、まあ、順番にじゃあ聞いていきたいと思います、はい、まずはじゃあ松井さんはいえっという作曲家の方、はいえっと、ディズニーの「アラジンのホールニューワールド」だったり「美女と野獣」の曲「リトル・マーメイド」なども本当に数々の名曲を作ってらっしゃる方 に会いたくて、うん、本当にこの、今タイトル、幕が降りたら会いましょうなんですけど、以前そのアランメンケンさんが出演されたコンサートを見に行ったことがあって、うん、そのコンサートの終わりに道を歩いていたら、タクシーが一台ブーンって走ってたんですね。うん、で、信号で止まってたら、周りに歩いてる人たちがみんななんか、わっ、うん、わーみたいな、あーって手振ってて、うん、パッってそこを見たら、アランメンケンさんが乗ってたんですよ。えー、うわーってなって、 会っちゃったってなったんですけど、うん、あの、その時はそのタクシー越しでしか会えなかったので、うん、いつかあの、あなたの曲が本当に素晴らしくて、私は何度涙したことかっていうのを、実際お会いして伝えたいなと思ってます。うん、すごく素敵なエピソードで、はい、もう、神様でした。もう、神がいると思いました。もうタクシー越しでもやっぱ輝いてましたか、はい、もう輝いてました。<ぁ>もう、窓も開けてくれて、英語でなんか。うん わーって喋ってくれるんですけど英語がわからないので何かいいことを言ってくれてるんだなって思ってありがたくいただきましたお言葉をいやもう願いが叶うといいなと心の底から思います、はい、ありがとうございます <laughs> 続きまして筧さんはい私はあのたまちゃんっていうど,どなたですかねたまちゃんはですねあのそうです数か月前に生まれた姪っ子なんですけどなかなか会うタイミングがなくて であの生まれてくる前からもう親友になるって決めていて、うん、あのちびまる子ちゃんの,あのまるちゃんとたまちゃんのようになりたいので、うん、あのお互いたまちゃんまるちゃんと呼び合おうねっていうのをもうおなかの中にいる時から言っていて <laughs> なので、うん、<laughs> あの本当は違う名前なんですけどじゃあまるちゃんっていずれは呼んでいただけるようにいから あの教育したいと思って教育 <laughs> 楽しみですね <laughs> はいじゃあ続きまして朱浜さんはいあの福島とあと大宮にいるいとこたちに会いたいですあ<ー>はいあの去年の1月2月ぐらいに久しぶりにみんなで集まろうよいとこ会しようよって言って企画したんですけどねこんなご時世で会えなくなってしまったので、うん、もう。 計画が1年以上伸び伸びになっておりまして、うん、なので今年は必ずいとこ会が開けるといいなと思っておりますすごい家族と仲がいいんですねうそうなんですよねその福島にうちの母方の親戚がたくさんいて、うん、いとこのお兄ちゃんお姉ちゃんがたくさんいるんですよ、うん、あだからこの字はあ,のあえて弟じゃなくて姉にしたんですけど、はい、弟がいないのではい。 そうすごい子供の頃から仲良くて夏休みとかお正月とかは必ず福島に行ってお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでもらってましたじゃ今年こそ会えるといいですね,、うん、ね今年は会いたいあと今日なおにやっと会えたので嬉しいです <laughs> <laughs> そっか私は <laughs> ようやく、ね あの、うん、あまりお会いできてなかったんですか？一回もあの娘なのに家でしか会ったことなくてそ<う> <laughs>。そうなんですね。<laughs> そうなんですよ。ようか、はい。じゃあ今日念願の今日あやっと会えた。良、ね、かったです。息別れの娘と会いました。<laughs> よかったです。ありがとうございます。<laughs> じゃあ続きまして日高さん。はい。えっとポンジュの監督に会いたい会いたいというかすごいポンジュのオタクで、うん、あの。 殺人の追憶とグウェンベルと母なる証明が好きなんですけど、うん、あのまあ出たいとかじゃなくて普通に会いたいなっていう。完璧な感覚なんです。あ、そうそう,そう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 です。<laughs> お会いしたらこう言いたいこととかあるんですか。え言いたいこと。はい、えサランヘオサ。サランヘオです。<laughs> はい。いいですね。はい。 伝わるといいですね。はい、ありがとうございます。ますじゃ続きまして、江ノ沢さん。はい、私は、ブラックピンクに会いたいです。<ー> <laughs> <laughs> あのー、私、普段、えっと、モデルとして、あの、いろいろ活躍、活動させてもらってるんですけど、うん、TGC とかに出るときに、うん、あの、ゲストで、ブラックピンクがライブしてたりとかして、あの、裏で、ほんと一瞬だけすれ違えたりとか、うん <laughs> した時あって、本当にブラックピンクって存在するんだと思ったぐらいオーラがすごかったんですけど、うん、あの、私、普段やっぱりモデルとして仕事してると、結構自分の服とか、私服とかも常に気を使っていたりするんですけど、その中でやっぱりブラックピンクのメンバーの私服だったり衣装とかをすごくアイコンとして参考にさせてもらってるので、いつか一緒に、あの、写真撮りたいです。<laughs> <laughs> じゃあブラックピンクさんに会ったら何と言いたいですかサラン <laughs> <laughs> いいですねサラヒオイ2回も聞けましたはい、ありがとうございますでは続いての質問に参りたいと思います、はいはい、昨日東京で開花宣言がされました、はい、全国各地で桜の開花宣言がされたことにちなんで今年開花させたいことを教えてくださいはい、はい、監督はなんかこうもう,常うですで、ね、に開花したよみたいなのありますか開花 <laughs> 開花したよ どうなんですかね。でも、あの、さ、これなんか、こんなところで言うのもあれなんですけど。はい、去年結婚しまして。おめでとうございます。なんかね、まあ。開花したっちゃ開花したんですか、ね。ですね、まあ、まあ、それは大きなことだったかなと思います。<laughs> いや、素晴らしいことですよ。はい。はい、今、このセットにもある桜なんですけど、はい、これ本物で、実は。あ、はい、え、そうなんですか。か本物なんですよ。あ。 そうなんですよ。もう満開ですね。早くも。なんか私今日初めて、これでお花見します。あ、本当ですか。あ、じゃ、今年はまだ桜見てない。まだ見てないですね。じゃ、皆さんでここでお花見ができます。お花見をして、皆さんに写真撮っていただいて。はい。後で送ってもらいます。映えってやつですね。いわゆる。皆さん、こう写真撮り合ったりとかもしたんですか。あの、撮影中ですか。あ、結構しましたね。あとは、あの、なんか。 あのー、何ですかロールナンバーっていうみんなでオフショットみたいなのを撮らせていただいたりしてたので共演者の方々とスタッフの方みんなで写真は撮りました、はい、後日、SNS とかに上がるのを楽しみにしておりますけれども、はいはい、じゃあ順番に書けましたでしょうか書けたので一斉にご回答お願いします。はいじゃ あ全然ゆっくりで大丈夫です。<laughs> <あ>でもいろんなものがありますけれども、<laughs> はい、じゃあまずはエノサさんから見てみましょうかね。はい、私は今年二十五歳になって、うん、あの今年二十五歳になるのでアラサのあらさの足を入れる入れるじゃないですか。はい、ってなった時に私って本当に。 あの先ほど柴田さんが10代20代からずっと自分変わらないとおっしゃっていたんですけど私も本当に10代の時から高校生の時から気持ちが全然変わらないので今年からは大人の色気というかあの可いいよりも綺麗だねって言ってもらえることが多くなるような女性になりたいなってすごく思っていてはいあのめちゃくちゃな色気を出していきたいです。 <laughs> でも今日のお衣装もこうなんかシースルーで。 色気が。すっげすけにすっげさしてきました、ね、<laughs> <laughs> こっから始めていけば、多分、今年1年後にはもう、めちゃめちゃな色気が出てるんじゃないかな、っていうふうに。もう、開花しちゃいますね。はい。グラビアもたまにやってるので、加計さんのグラビアとかもよく拝見していて、うん、あの、かさんのグラビアって、あの、色気もも,もちろんなんですけど、なんか、元気さというか、その、セクシーの中にちょっとヘルシーさみたいな、女性が憧れる、なんだろう、そういう女性も、 やっぱり素敵だなって思うので加計さんもロールモデルにしつつグラビアもやりたいなって思ってます<う>加計さん笑ってますけどどうですかいや嬉しいです <laughs> どうしよう <laughs> <laughs> 本当にもう皆さん女子力が高い方が多いので、えー、見習う先輩がたくさんいますね、はいはい、たくさんいてはい楽しいですありがとうございます <laughs> 続きまましして日高さんお願いしますちょっと女子力が高い中あ女子力ちょっとの健康を開花させたいっていうのが最近足腰が痛くてですね <laughs> で立ちくらみがひどいんですよだからちょっと病院に行くとかサプリメントとかを飲んで <laughs> <いよ> <laughs> と運動とか頑張って健康になりたいで、ね、<laughs> すみません でも健康大事ですね。一番大事です。体が健やかなことが一番大事です。みんな何もできない。失礼しました。とてもいいお話でした。続きましてじゃあシュハマさんお願いします。はいあのちょっと質問がタイムリーすぎてごめんなさい宣伝になっちゃうんですけどもうすぐ YouTube やるんですよおめでとうございますすごい。 あの今のところチャンネル名しか決まってないんですけど、うん、あのー、間もなく本当一週間か十日以内には始まると思うので、後ほど続報はツイッターやインスタで見ていただければと思います。<laughs> す。ごめんなさい。とえー、楽しみです。こういう企画やりたいとかあるんですか？<laughs> あのね。 英語をちょっと今年中にできるだけ頑張ってあの今トーイック800点目指してるんですけどす全然なかなか進まないので、えー、自力じゃ無理だなと思ってあのちょっと周りの皆さんに手伝っていただくためにチャンネルを開設したので、えー、主に何かそう私が勝手に英語を頑張って全然喋れないぞっていう番組です今は。じゃあもうその道のりが見れるチャンネルになるんですね,ですね、はい、楽しみにしておりままますすありがとうございい続きししてさんお願ます。 私は運転メンタルを開花させたいんですけど1年以上前2年ぐらい経つかなに免許を取りましてもうあのかっこいい車に乗ってぶんぶんに運転をこなしたかったんですが実際全然運転できておらずもうこのままじゃあの運転が怖くなってしまうんじゃないかっていうぐらい乗ってないのでちょっとその怖さを払拭したい運転を。 ブンブンにしていけるメンタルを開花していきたいですどこどこ運転したいとかあるんですかどこをえーそうですねないんですかメンタルだけですかブンブンにって何ですかそうですねなんだろうなまあでも高速とかブンブンですね高速とかブンブンにどういうこと思いますね東京の高速は怖くないですか そうですね。なんか怖いので、うん、その怖さをちょっと払拭したいんですよね。<ー>一人でも余裕でフラーってこう、うん、ちょっと山とか行けちゃう感じになりたいです。うん、いやすごいと思う。頑張ってください。はい、頑張ります。<laughs> ます <laughs> はい。じゃあ最後に松井さんお願いします。<laughs> はい。えっと B と一文字で書いたんですけど、<い>何かちょっとな,なんて言ったらいいんですかね。 美しくなりたいっていうのが一番あるんですけど、でもそれはその見た目の美しさだけじゃなくて、うん、内面的だったりとか、それこそ本当に健康に気を使って、内側からのインナービューティーっていうものに気をつけたかったり、あとゲームしてたりとかすると、すごく言葉遣いが荒くなるので、<ー>なんかそういう言葉遣いにも気をつけて、美しい言葉で楽しいゲームをしたりとか、<laughs> なんか、 一応、言葉を扱うお仕事もさせていただいているので、うん、なんかいろんな方面で、この美しいという文字を頭に置いて、丁寧に頑張っていきたいなと思ってます。うん、ちなみに、ゲーム中はどういった感じなんですかくソそとかすぐ言くそとか、もう、<laughs> そんな感じなので、なんかくそじゃないな、と思って。<laughs> お上品だお上品だなんてこととか。どうしてこうなったのとか、そういうことを言いながら。 <laughs> あの日々過ごしていきたいなと思います。大事ですからね。はい、楽しみにしております <laughs>。皆様ご回答ありがとうございました。ありがとうございます。はい、共通の質問は以上となります。それでは、主演の松井玲奈さんからこの作品を楽しみにされている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい。はい。 えー、そうですね。この作品は先ほどもお話ししたんですけれども、絆をすごくテーマに置いている作品だと私は感じています。今、なかなか会いたい人に会いに行けない状態が続いているんですけれども、でも、あの、会えなかったことを、 伝えられなかったことを悔いるよりも、今はいろんな方法で自分の思いを伝える、きっかけがあると思う、方法があると思うので、誰かに何かを伝えたいと見た後に思ってもらえるような、そういう映画になっていると思います。えー、劇場を出た後に、あの、見た方の背中を少しだけ押せるような、そんな作品であれたらいいなと思います。ぜひ皆さん、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。 ありがとうございましたこちらの映画は2021年11月新宿武蔵野館ほか順次全国ロードショーになります多くの女性の方に見てもらいたい作品ですねそれでは最後に代表質問とさせていただきます出演者の皆様は引き続きステージでお待ちくださいえ松井さん今回初めて主演、はい、ということなんですが、はいえー、やってみて実際どうでしたかそうですね えと真ん中に立つとなると本当に場の空気を良くしたりとかいろいろなことをしないといけないのかなと思ってはいたんですけれどもでも逆に本当に皆さんに助けていただくことが多くて。 でもそのもらった分をちゃんとお芝居の中で返して、こうチームとして一つのいい作品を作ることができたらいいなと日々考えてました。もうクランクアップをした時に本当にこの作品に携わることができてよかったり、このチームであの映画を作ることができてよかったなと思えたのが私のなんかすごく大きな財産の一つになったなと思ってます。これをもって演じることの楽しさなど、 あそうですねあのお芝居しているとやっぱり自分の人生ではないのでわからない感覚だったりとか感情っていうものがあるんですけれどもその役を通して初めて経験するその状態というか涙が止まらなくなったりとかすごく 激しい気持ちが胸の中から沸き起こってくるみたいなそれをやっぱりそれぞれのキャストの方と向き合ってお芝居することで感じられたなと思います次加計さんと松井さんにお願いします。はい、えキャッチコピーに、えー戻るも「戻りたい夜」ということがあるんですけどこれまでで一番こう思い出のある夜それともなんか直したい夜みたいなありますか 戻りたい夜、やり直したい夜ってことですよね。ああ、あ、あのー、若い時に、えっと、東京と、えっと、愛知県、実家が愛知なので、愛知を新幹線で行き来してたことがあったんですけど、あまりにも疲れてしまって、あのー、実家に帰るには子玉に乗らないといけないんですね。寝過ごしてしまって、あのー、 全然知らない駅で落とされて、あの、親が迎えに来てくれるまで。一人真っ暗な深夜の駅の前で待っていたときに。本当にこんな夜は二度と経験したくないなと思いました。<laughs> はい、武井さんはどうですか。そうですね。えー、っと、本当になんてことないことしか出てこないんですけれども。私いとこが十二人ぐらいいまして。 あの、なかなかみんなが集まることっていうのがないんですけれども。なんか一度勢ぞいしたときに、なんかみんなで手つないで川の字になって寝たの。をすごい覚えていて、なんかすごくそれは楽しくて幸せだったなと思って。そんな夜に戻りたいです。<laughs> はい。もう一問、加さんと松井さんにお願いします。あの監督は O. L. とか監督とか、いろいろやってるんですけど。もし二人が女優でなかった。 たたただやってみみいい仕事なのあありましたありまましかす私はあのご飯屋さんに興味があってそれはなんかここ最近なんですけれども食べることがすごく大好きでだからこ,うこんなにおいしいものを作れる人はすごいなとなんかこうおい <laughs> しいものを食べるたびに思うんですけれども。 あの父が天ぷら屋をやっているのもあってなんかそういう,こう小さい頃からそういう姿を見てきたのもなんか影響があるのかなとか最近思いながらいつつかご飯屋さんも夢の一つだなと思ってます、はいえっと、私はディズニーランドが大好きなので、えっと、ディズニーのキャストさんになりたいなと 思います特にあのジャングルクルーズっていう乗り物があるんですけどその船長さんになっていろんなこうジャングルの中を案内するセリフを覚えてもう臨場感たっぷりにお芝居して来た方に楽しんでいただける時間を作ることができたらいいなというのを何度も想像してます、はい、あの最後の質問になるんですがあのご両親「姉妹」という共演なんですけど。 なんか撮影中にいろいろ話したとかそういうことはあるんでしょうかあ,あのー、ポスターの撮影をしているときにこのパターンではないなんか別のパターンのやつを撮ってたときにあのー。 喋ってましたね。たわいもない話を。<laughs> あの、松井さんが、あの、こう、まなみという役もあってか、結構こう、なんていうんですかね、スッと、うん。クローズしてる人間なので。のしている感じでやっぱいられることが多かったんですけれども、うん、その好きなかき氷とかの小,小説なお話とかになると、すっごい熱く語られていて、ニコニコ可愛かったです。<laughs> ありがとうございます。<laughs> あの実家が美容室っていう設定だったのでその一緒のシーンは美容室での中の撮影で実際に髪の毛を筧さんの髪を触ったりすることが多かったんですけれどなんかもうこんなにたくさん触っていいんだろうかと思いながら <laughs> ずっとドキドキして役得だなと思っていました <laughs>、はい、ありがとうございました。